今回ご紹介する映像はほんの8秒の動画で、日本の子どもたちの教育レベルというタイトルのものでした。イタリアのインターネット上で評判になっている短い映像で、小学校低学年と見て取れる小さな女の子が横断歩道を渡り、運転手に向かって丁寧にお辞儀をしてお礼をする姿が映されています。日本では割とよく見かけるシーンですが、映像内には8秒で理解できる教育の意味というキャプションが付けられ、動画の説明欄にも一方その頃日本ではというメッセージもあり、イタリアでは相当衝撃のシーンであることを物語っています。たくさんの感動のコメントが寄せられていましたのでご紹介します。俺たちは日本から差をつけられまくってるね。しかも現在進行形で中世に逆行していってるし、こっちにいる礼儀をわきまえない輩たちも日本から学んでくれ。僕はプールで子供たちに水泳を教えてるんだけど、生徒の中に日本人の子供が一人いるんだ。その子もことあるごとにお辞儀をしたり、スタッフに感謝の気持ちを示している。最初は本当にびっくりしたよ。欧米人には欠けているものが日本人にはあるんだ。日本人と比べたら俺たちはネアンデルタール人レベル。別の惑星の映像をこんな簡単に見られるなんて良い時代だよな。俺は実際に日本にいたからわかる。イタリア人からすれば忌憚レベルの光景だけど、日本の子供たちからすれば当たり前のことだぞ。日本以外の国にあんな礼儀正しい子供たちがいるとは思えない。この数秒で日本がどういう国なのかがよくわかる。礼儀正しい、それだけで人に感動を与えることができるものだ。私、ノルウェーでも同じような光景を見たよ。あの時受けた感動は今でも忘れられない。他の人も言ってるけど、日本は別世界だよね。日本にだって当然他の国と同じように欠点はあるけど、それでも日本人はイタリア人より少なくとも50年は先にいる。日本から輸入するべきものは礼儀とかいろいろな美徳もだね。日本と比べちゃいかんよ。国民の民度や礼儀正しさ、品位の高さは別次元だから。俺たちよりも数光年離れた場所にいるのさ。日本人はお辞儀をして感謝を伝える。イタリア人は手を挙げて感謝を伝える。文化の違いってだけで結局は同じことじゃないの？なんでイタリア人ってすぐ外国を美化するんだろう。実際にはイタリアには中指を上げる人の方が多いじゃん。そんな単純なものじゃないでしょ。1、少女は自分が優先にもかかわらず立ち止まった。2、車は完全に停止して少女が渡りきるまで待った。3、少女はお辞儀をして感謝を示した。かなり特別な光景だと思ったけどね。この前日本旅行から戻ってきたばかり。日本の道路に規律があることをこの目で見てきた。今思っても本当に素晴らしい光景だったよ。ああいう礼儀正しい子供たちはどういう宗教を信仰してるんだろう。また日本に住んでみたいって欲望が頭をもたげてきた。俺たちは日本を師と仰いだ方がいいと思う。特に国民意識に関しては一から学んでいかないと。日本はいつだって私たちよりも先歩は先にいる。漂流状態にあるイタリアの現状を思うと悲しくなる。欧州はいつになったら礼儀とか感謝を習得するんだよ。あの子のような民度は私たちには到底不可能って断言できる。ドライバーがちゃんと停止する時点で違うもん。イタリアだったらああいう場面で速度を上げるし。イタリアの親も子供たちに礼儀を教えていこうよ。自分は日本で映像と同じような光景をこの目で見たんだ。日本は想像していたよりもはるかに素晴らしい国だった。ここのところ日本人に魅了されてばかりなんだが、また日本だ。ちなみに日本は俺の中で近代国家の理想形。この映像をイスラエルの多くの人に見てほしい。
こういう映像を見るたびに、こんな国に生まれたかったって思う。イタリアはああいう場面でもお辞儀すらしない人ばかり。この国は本当にひどい。なんでここまで転落しちゃったんだろう。イタリア人からすればおとぎの世界の話だよね。私も車が停止してくれたらお礼をする。お店を出る時にも店員さんにお礼をする。やりすぎ？それとも私にも日本人の血が流れてるとか？礼儀正しい人たちを見るといつも美しいって思うんだ。この映像はイタリアでは SF 作品に分類されます。日本の何が好きかって言ったら、私はやっぱり国民の礼儀正しさ。あの少女やドライバーの優しさを見てくれ。過去にはローマ帝国やギリシャが世界を文明化したけど、日本は現代のローマ帝国のような存在で世界を文明化しているんだよ。私はこの天国の片隅で毎日のように新たな発見をしている。日本を愛している自分を誇りに思います。